進んでいっています。パラカイス、いやこれ読み勝ってるか。これ5人いるのどうでしょうね。さあ、おっとオーブはなかった。逆に先にピークを仕掛けてきたのがウルバニー。完璧なケージですね。わあ、そしてケージを使って、わかんねえ、何が起きてる、マジで何もわかんない。天蔵がめっちゃ強いのだけ分かったけど何もわかんなかった。今踏み込んでいます。ワンブイッツ、天蔵が強い以外マジで何もわかんなかった。味方が時間を稼いでくれましたので、プラントも中目ですからね。さあ踏み込んだヨタ、エスペランザに対して高低差がある中、ヘッドショットをしっかりと決めていきました。ここだ。そしてリンクからカバーを寄せます。ちょっとルオの立ち位置、おっとウルバリン踏み込んできた。ディフェンダーサイド抜けています。さあ天蔵、まずウルバリンをさばいたが、ハサミですね、後続で詰めてきている。 C メインからテンプラも抑えかかった。さあまたしても天蔵耐えなければいけないが、耐えきれない。さあティックス裏から迫る、うまくホールドラインはかわした。パラノイアは避けている。ティフィンペイントだ。ただやり過ごしている。まあ、うわここノーセプトおるんだ。逆にヨタのしっかりと抜け抑え切って、ランクもこういうのよくあるんだよな。大きな1ラウンド獲得です。これ俺ら取ったっしょって思ったら取られるみたいな、小さな隙をつきましたね。まあ、ルモとしてもここ、まあただそれに対して A ですよね。そうですね、その分 A 引き配置になってるところを見逃しません。ウルバリー突っ込んできた。うまいねー、ここはショーストッパーかわしきれない。そナイスなエントリー、自分たちが体現するかのような形。ウルバリーここは引きません。ワンウェイも到着した。うわー、打ち合い一瞬で終わっちゃうな。エスプラザ詰めてくるぞ。天蔵どこまで戦うか、強気にいきますね。さあまさに、まあ、セーブしきれないかも、ここ倒さないと。いや潰しに来た。さあルモンが倒れる。天蔵お、なんとかさばき切ったが、ウルバリンが横からの射線です。まあ、ただ取り返しますね、ノーセプション。おそらく両者死にしましたが、ウルバリンのポジションは潰した。さあパラノイアを被弾はしましたが、まだエスペランザのスラッシュありますからね。そこでティーフィーワンピック成功。天蔵が落ちた B のアッパーです。これは動きうまいですね、ノーセプション。さあディジーによってヨッシーがいることは分かったが、ヨッシー引かずに戦った。人数を削りに行く。ただディフェンダーサイドにすでに射線を敷いていますので、うん、うまい。さあベント前、壁抜き、一人はもぎ取ったヨタ。うわっ、おお、これ落ちた。さあ厳しいと、このマッチエイムマジおもろいな。見てて、返す形、しっかりスカーズ時間内に打ち勝っていきましたね。エイムのレベル高すぎるな。スカーズのこの防衛ライン突破するんですよね。お、あ、おー、打ち勝つ。それすごい、よし。さあよし、シーナカ耐えます。うわー、フリーエイマー、いやトラッキング頑張った。えーえー、やーばすぎー。マジそれ、チームメイントだからこそこう言えるんですけど、本当に強いんですよね、元チームメイントとしてただ勢い早めますね。そうですね、ワイヤーが手前に1本あるだけ、もうこれティーフィア当然戦えません。クラシックですからね。しかしすでにスカーズはサイト5の形を取ります。分断されましたね。さあウルバリンもブームボットを置くことに成功したものの、スカーズ人数で押し込む。素晴らしい、あっという間。これが昨日そのファーデジスが言っていた、もうさすがにさすがに積みますね、スラッシュとか。でもなんかアビリティで焦らないプレイヤーなのかもしれないですよね。わっと、ここは早い仕掛けを両者が行ったんですが、競り勝ったのがスカーズ。さあ一つ前線が下がりますが、ただ引かない、ウルバリン引かない。いや、ここで引かないプレイヤーはマジでいいプレイヤー。リンク射線も潰された。まあそう、そのさ、当たり負けしちゃいましたって、まあ、結果としてまあそういう負け方をしてしまいましたが、まあ実際じゃあなんかその再現性高い部分で言って、あれを何回も繰り返したタイミングでどうなるかなんよね。ちょっと別チームかと思うぐらいの。さあ、ジョーソンパックできた。うまい、これは深い。そしてカバーに行ったところが潰されてしまった。
これ天ぷらのサイファー落ちたので吉井のラークも後々響いてくる。そして打ち合いでネージ伏せてきます。ちまかしだね。ショーストップあるといえど切れるところまでたどり着くかどうか。さあ吉井のラークは潰した。ウルバリン2人目ショートパー先前削れば、まあ無理だね。これは思っていたよりも手前にいた。 GG。 さあスカーズ、いやスカーズの方が今ね、これ俺の個人の意見ですけど、スカーズの方がパワーが違えわ。このゲームってどうしても 5-5FPS の特徴なんだけど、マルチキルが起きるとゲームにならなくなっちゃうんだよね。なんでとかじゃなくて、もうそういうゲームなんだよ。だからもうそれだけでめっちゃきつくなっちゃったねっていう。ただいやそうはいいでしょ。めっちゃいいと思うけどな。ダーツでワイヤー切りたいってことですか。あそうも、だってダーツしか買ってないんですよ、うん、これ、うん、こういう場合はありがちなので。いやてか相場強い。おお、あ天井もラフター開いたのそれ。抜け抑えるか。うえさあルーモもここディフェンダーサイドの抜けもこのチョークポイントで全て消しました。あれ鳥が鳴いたので一旦足を止めてますね。さあミッドはウルバリンが進行。これベントはおお打ち勝つ。それここよ。あこれでもきまーあーとこれわざとやっ、あー偉いピーク一応気づきましたね。偉すぎる。ピン立ってるのでこれ、あちょっとずれちゃったみたいな。そこでハンターフューリー、なるほど。しかしヨッシー、そしてフィッティングス耐えている。リバック、時間使うとヨタも裏きますからね。毒を消すわ。さあメインからまずはエスペランザ押し落とした。しかしルモーが待ち構えてるが、ちょっと危ないぞ。さあルモー、危なくね、やばいやばい、時間前。ここはナイフで行くか。ナイフで行った。さあノータイムです。1残っているエスペランザ、もったいないな。まあまあでもしょうがないよな、時間かけすぎたから。ヨタのフェイントダーも今おそらく入れていましたが、はい、晴れは一旦下水から立ち回りますね。そしてここ顔の間に天ぷらが B ラーク。毒の壁よ。思ったより、おっと早いぞ、踏み込んでいる、うん、さあここは多角的な攻めを繰り広げ始めた。天ぷらが思いのほか鋭いという。いやてか俺さマジさ、プロのシェリフ見て自分のシェリフ打つとガチなえるんだよな。ティフィ、なんでこんな下手になったんだ。現実と違いすぎてマジクソなえる。普通にさあ天ぷら、ここでもさキルスピード違くない。マジでキルスピードが違うと思うんだよね。そして味方と一緒に、いやちょっとやっぱり B ラークも厄介と感じてるんでしょうか。サイファーの位置取りは B メイン。ヨタヨタ、おわワンショットダブルキル。あ出鼻くじかれましたね。そしてヨタのオペレーター A メインは挟み込まれている。ティックスを続いた返した。さあこれでノーセプションもプラントさえ通せばという場面なんですが、よしドンピシャ、いい位置いましたね。いやこの立ち回りはさすがです。うん、あれ使わせたのはスカーズ目線では大きいですね。うん、ウルバリン残り HP1。 カメラにミニマップで映った瞬間おそらく抜きましたね、あのラインかな。再現性のある抜きということで、はい、いやまあ再現性はあるんじゃない、カメラ見て抜いてたら。王国入ってからじゃ遅い。これフロンタシャドウって、あーといる。さあここはヨタ、そしてここでも天ぷら。さあ天ぷらのラークを潰したい。武器を拾われるように仕掛けた。いや天ぷらをついてたでしょ。やっぱりシェリフうまいですね。天ぷらどれだけラウンドを作ってるんだ。エスペランザが B ヘブンの担当と。これねヒュージです。しかも 1HP で取りましたね。さあこれは大きなエコラウンドでの勝利。さあショップの位置は分かったが裏の対処をしていると正面も怖い。おっ逆天ぷらうまくみんなにさばいた。そしてエスペランザ挟み込む。逆にね。さあよしワンピック成功。ニューラルセフト、そしてミッド落とされた。これでリザレクションができてしまう。このリザレクション、うわ噛み合い方やべえ。それさあ回転グライト天蔵挟み込みに来た。エスペランザ2名の位置を変えましたね。ルモも体力ない。そしてここの打ち合いを制したのティンフィー。今の打ち合い大きすぎる。でかいな。さあルモもうこれはスパイク
まあ無理だね。以上は難しいか。そうですね。66折り返し。ティフィ君も、まあ、ディフェンダーサイドでのめっちゃ注目ゴリゴリされるプレイヤーじゃないけど、いいプレイヤーだよね。そうですね。いいパラノイア。おい、それジャンピすんの？パラノイア入れたのに。入ったんですが、いや、どうだ、人数まだ死んでしてない、していないでしょうね。スモークより早くエントリーした。さあ、これティーフィー。今の心理状況をめっちゃ知りたいんだけど。当たり切ったスカーズ、先ほどのロータスを彷彿とさせる勢いです。ミッドラーク。なんか行われてる印象でしたね。本当にブロック変えさせてたか、俺そこまで見れてないからわかんないんだけど。ここは。わあ、ヨッシーを生かす。ヨッシー、これ話変わってくるかもしれませんね。そうですね。おーと、真上に飛んでしまった。あ、ブルマリン。さあ、ここはタイミング、早い仕掛け。うわー、ヨッシー、やはりヨッシーの動きを起点にヨタが連れ返ってしまいました。素晴らしい。さあ、ヨタ落とされた。そしてミッド、ティックス。残り1名。ヨッシーのラークによってやはり事態は動いた。あれ見ろは逆にちょっとかわいそうまである。おお、そしてここでウルバリン、あ、そう、起こしに行きました。リザレクション、しかしリザレクションした先に木抜き、そしてパラノイア、ヘブン射線。ただうまくエスペランザ避けた。そう、避けたぞ。その知らせては先ほどのやり返しと言わんばかりの。あと30。さあ、ただこれは重心見られた。ステップで避けた。ルーモー、なんだその動きは。しかもこれ特大フェイクですが、エスペランザがまず本命はこっち。なんてこった。さあ、揺さぶる。あー、はい、なあ、まあまあまあ、しょうがないよな。時間ないですね。マジ大真面目な話、しょうがないよな。時間がない。ハレーはキープ。そうですね。これエスペランザチャレンジ。いきますね、早め。さあ、エスペランザを突破できるのか。バリアオーブ展開。ただメントからすでに抜けている。おお、いやいやいや、よく倒したな。これさ、今さ、ヨタくんさ、後ろから弾撃たれてたやん。あの状況で、ちゃんと後ろを向いて弾当てるって、クソ嫌、なんかむずいんやで。さあ、ここのディフェンダーサイド。耐えている。危ない。さあ、なんとかハレがトレードした。エルボーから入ることした、ティーフィー。見事なキャラコン。このプラント位置であれば。さあ、転送。おお、抜いた。おお、呼び切って抜いたんですが、ウルバリン胴体でいい。このオペレーターであればこの状況有利でした。そしてティーフィーに対してフェイントラン。おお、スパイカメラの奇跡を追うが倒しきれない。わあ、エスペランザ。うわあ、エスペランザやばすぎ。さあ、なんとか武器も拾えたか。一旦距離を取るかどうか。さあ、うまく、おお、ルボーが釣り出したと思ったんですが、つえとどりを仕掛けるようです。おそらくヨタのショーストッパーをきっかけにいくか。いやー、落ちたー。しかも2つルバイパースピット。これはリザレクションで起こせますが、一旦ポジションチェンジ。うわー、抜いた、抜いた、抜いた。さあ、バイパースピット抜いた。どっちかった。ディフィかった。一方的に生き残った。生き残りましたね。さあ、 A は一つのシーカーということで前に行くが、 C が壊した。さあ、ただハンタスフィリー遠隔のサポート。エスペランザサイトの中から、そしてフローブズシャドウズ。おお、バラそっちに打ったんだ。A サイトを完全に守りきったノーセプション。やばい、俺の体力が。ダイマップスプリットはノーセプションが大逆転勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。お、まあ、やはりまあここは攻撃的なディフェンスになります。そうですね、まあ、構成がね、2デュエリスト構成。さあ、まずはティーフィー。ここヒールデバウアーによってレイナがヒールしたラウンドの勝率出してくれる人いないか。広げに行きますね。おもろそうじゃね。 B のスパイク設置。さあ、ただ早めのリテイクです。このファーストリテイクに対してはポジションが間に合いませんでした。とんでもねえスピード。これは
警戒できるか。ああ、当たった。当たってしまった。一発受けましたね。ルモヒルは発生しなかったものの、リーヤが、さあそしてヨタ、天蔵、うまくティーフィーと天賦の奇襲をしのぎました。お前ってやつは。そしてこれで2人高速入ったでしょう。ヨタがハレ、ウルバリンとどちらも倒して、ヒットのエスペランザ、これも打ち合ってきました。ヨタ静かな時間流れますが、裏をしっかりティーフィーが抑えてますからね。さあスラッシュ前に出た。おーっと、ここはスラッシュが当たる前に先にヨタのヒールを広げる。これで2人目の被害者だ。完璧なセットアップ。そしてそのまま雪だるまを抜けたヨタ。しっかりカーテンを待ちさえすれば、もうあのラウンド取得までの流れは見えてるぞみたいな。レイナ構成さ、見ててめっちゃむずいんだよ、ね、ティフィー、ここできた。じゃあ結局なんで勝ってるかみたいなところを、アイスボックスといえばという感じの難しい本当に風習だったんですが、アシスト俺がレイナをあんま好きじゃないのって、レイナマジ強いんだけど、その再現性あんまないなって思ってるから。テンポの位置確認した。さあここは天蔵、さあここでラークのヨシが落とした。エスペランザ落とした。重要な勝負でしたか。ティーフィーは寄らざるを得ません。さあウルバリン、ブレイドストームは全て切ってしまったか。残り1名、ショーティーではどうしようもない。ラノスワームは違う位置でしたが、さあここはヨシしっかりとティーフィー落としました。うん、天ぷらの位置をどかします。アラームボットは反応してませんが、レイナが毎回つま先が、レイナが毎回勝てるシチュエーションっていうのを作り出すのが難しいのであれば、そのレイナ構成のコンセプトって難しくない。ダイエットボックリスク背負わせられるんですね。さあただエスペランザうまく転造とした。これでギリギリまで、ギリギリまで追いかなかったか。2人捕まった2人捕まってる。いや痛すぎ、それ二人捕まんの。あそこ残った方が強いっていう判断をしたわけだから。ああ落ちた。わあ、まあ天ぷらの位置を考えた上で。ワンチームなんでそんな上位何チームとかはありません。相変わらずスロー。あーっとここしっかりチェックした。さあヨタのポジションは潰されていない。おおヨタ。さあ二。そこ十分でしょう。しかし。カバーラインごと全て投げ倒した。壁を消すわ。おっと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 、メグマメグマ、あーあー、おまあウィングマンの視界は結構やっぱり前をしっかり向いているので、ウィングマン純粋なので視野角足りなかったですね。純粋なのでね、ウィングマンはスペクター、そしてスティンガーで戦うにはかなり難しいロングレンジです。奥まで行くか。行ってますね、行ってますね。ウルバリン抜けた。ただ上からの射線、さあミッドからもエスペランザですか。エスペランザ下から。ただちょっと混戦模様すぎるぞ。うわ、ただ上からの射線も残ってるが、ウルバリンラークの動きだ。いや先見えした。さあウルバリンは見られていた。セカバイ残り1人まではこぎつけたんですが、天蔵を落とすことはできず。まあ武器ギャップやね。勢いも BT の使い方もノーテプション良かったとは思いますが、まさかこれ、これはそうですね、犠牲者晴れ、なんとかウルバリンがトレード。そうですね、情報がかなり取られています。ワンリバンの射線しっかりピック取って引きます。ルーボー、あー検知入った、かなり踏み込んだ位置。さあここで養子テンプル落とした。さあ頼む、シーケスケ、あー、ジジー一緒にやってきた。スカーズノーセプションをあとアイスボックスにおいては13対4というスコアで、はい、勝利を収めました。おめでとうございます。おめでとうございます。